現状、創作の領域には、妻、がいてそれへの扱いでその作品の評価は随分、変わってくる。簡単に言えば、萌えキャラ、だ。そのキャラクターは時に、その作品を、示していてそれを殺したりすると、その作品も同時に死んでしまう、そんな事態。わかる人は、そもそもそういうことは、しない。まるで愛玩動物かのように扱いつつ必要、その時にはそういう絵を描く。わからない人は必要がないところでそういう絵を描く。理不尽だ、が、わかる人々には道理でしかなく。この境目には何が相変わらず見えてない感じは。古き良き、それは今も古き良き、だ。あまり変わっていない?昔ダメだったものは今もやっぱりダメの象徴で。逆説的に、今、わからない、人々の暴走が、昔よりもはるかに増大し、問題になっている、のが現状なのかも。